えー、こんにちは大塚駅前動物病院心臓メディカルククリニックの堀安智です、えー、本日は VMN セミナーのシリーズ第8回目ということで慢性相棒弁閉鎖不全症の管理についてお話をさせていただきます。えー、セミナーに先立ちまして、えー、本セミナーでは特定の企業や製品に対する利益相反はございません。それからまあ当然のこと ながら、えー、とガイイドラインの2019年度に公開されました。ガイイドラインに沿っててお話をさせていただきますさあこう、えー、と本日の セミナーの概要ですけれどもまずは病態について簡単にご紹介させていただきましてその後診断法そして治療法についてお話をしていきます、えー、今日はですね時間の都合で通院管理についてお話をさせていただきまして、えー、後日震源性排水種の診断と治療については、えー、日を改めてお話しさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたします というわけでまず最初は病態についてのお話です。 えーまあ、ご存知かもしれませんが、僧帽弁閉鎖不全症にはいくつかの原因が挙げられます、大きく分けて2つ原因がありまして、えー、1つ目は一次性の僧帽弁閉鎖不全症で、これは僧帽弁自体に異常が発生して出てくる逆流を指しております。それからもう1つは二次性の僧帽弁閉鎖不全症で、弁輪の拡大や変形など、僧帽弁、えー の周囲に異常が起こったことで、逆流の発生してくる病態が分類されております。で、一時性の僧帽弁閉鎖不全症の原因になり得る疾患としては？まあ、よく知られている。免疫腫瘍変性の他にも僧帽弁逸脱症検索断裂とかね。感染性、心内膜炎。それから先天性の形成、異常などが挙げられます。 そして、二次性の僧帽弁閉鎖不全症の原因としては。心筋症や短絡性疾患、心臓腫瘍や心房細動、あるいは心。心拡大ですね。これは肺高血圧症による心拡大も含みます。まあ、さまざまな原因が僧帽弁閉鎖不全症を引き起こすわけですが。犬の場合には、えー。免疫症変性が最も多いというふうに考えられておりまして、ある報告では。 えと9割以上が MMVD に罹患していたということなのでまあまあ犬の場合には僧乏弁閉鎖不全症イコール MMVD というふうにまあ考えられるんですけれどもまあ厳密に見ていくと例えばこう検索断裂だったりあるいは心内膜炎とかねその他の二次性の僧乏弁閉鎖不全症などもありますからまあしっかりとこう原因を分かる範囲で精査して えー、診断していくことが求められます。さあそして MMVD でて僧乏弁がどんなふうに変化するのかといいますと,、えー、とこれは2012年に報告されている文献の中の写真ですけれども、えー、正常な僧乏弁それから検索ですねでこちらは病理所見をお示ししております。ここれにに対して、えー、年症を伴った総弁はこんなふうに 僧帽弁自体がもう飛行してゴワゴワになりまして一部こう水種状に膨らんでなんか水ぶくれみたいなのも出てくるとでこう検索が断裂した所見も認められておりますまあ、こんなふうに僧帽弁そのものが変形してしまいますとなかなか正常な閉鎖っていうのはねやはり難しいと思いますし病理学的に見てもこの 薄い相棒弁が飛行してかなり分厚くなってしまいましてここでは海面層へ無効多頭類が沈着しているといった所見が認められていますで、まあ犬ではこの相棒弁閉鎖前症といいますか MMVD が最も多いと いうことなんですが、まあ、これはやはり病理診断が必要になってくるわけで、えー、と一般臨床をやってるとなかなか生鮮診断っていうのはできませんから臨床的に判断をしていくっていうことでまあ まあおおむね MMVD だろうと思いながらこう診療していることが多いです。で、えっと、2015年にイングランドから報告されている報告でも MMVD を対象にしたと言ってますけれども、まあ、生前診断で MMVD を診断していますのでこれはあの病理診断とはまた違う臨床診断でのお話になりますけれども。 えっと疫学的にまどういう状況で MMVD が多かったかっていうことが報告されております。でまあデータを見てみますと7歳以上の小型犬で好発しております。まあ、これは日本でもね一致した初見だと思います。それからオス犬の方がメス犬よりも えー、罹患率が1.4倍高かったとこれは優位に、えー、高かったということなので、まあ、なんとなくお感じの方もいらっしゃると思いますけれどもなんかお水の方が多いよねとかねなんか重症化しやすいよねっていうのも感覚もあながち間違ってはないのかなと思いますそして品種ですね、まあ、従来から知られているキャバリアの他にチバワウィペットプードルシーズーシュナウザーヨーキーなどが 発品種として挙げられておりまして大、えー、変量解析をしてみますとキャバリアそれからそのほかねキング・チャールズ・スパニエルとお、まあ、比はもうべらぼうに高いです、まあ、この犬種はもうほぼうんほぼほぼ MMVD に罹患すると言っても過言ではないぐらいの数字ではないでしょうかでそのほかにも、えー、日本でも人気犬種のチワはですねお、えー、比にすると6倍という結果だったそうです。 とまあ、僕個人の印象としては千葉は非常に飼育頭数も多いですから母、えー、集団が多いがゆえに診断する数も多いのかなと思っていたんですがオッズ比にして6倍っていうと、まあ、結構高い方ですね人の大規模臨床試験でオッズ比が高いといっても 1. 点何倍とかでね優位差がついてこれはあのなんか予後に関わってるんだとかそういう話をするわけで。 えー、6倍っていうのはかなり高い方の数字だと思います。その他プードルシーズシュナウザー容器なども含まれておりますが、まあこの辺はだいたい2倍前後の数字となっております。まあだから容,容器じゃないチ,チワワの6.16倍っていうのはまあかなり、えー、高発品種ということで考えられますし、まあ当然背景には何か遺伝的な要因があるんじゃないかというふうに考えられております。